それで今日初めてこの会場にお越しいただいた方もいらっしゃると思いますので、ちょっと会場のご案内をさせていただきます。まず喫煙所なんですが、入り口を出ていただいて右側に特別喫煙所と、こう立派な灰皿がですね、バケツに水を張った立派な灰皿がありますので、そこで喫煙のほどお願いします。会場内は禁煙となっておりますので。それとトイレなんですが、トイレも1回会場を出ていただいて、今度は左側に行ってすぐ、海援隊オフィスという上にこうね、大層立派な名前で書いてありますので、そこを入っていただいて、手前の右側が男性、奥が女性となっております。また試合中は写真撮影は OK でございますが、動画の撮影は禁止させていただいておりますので、よろしくご協力のほどお願いします。また選手は試合の中で場外乱闘をする場合がございます。その時は果敢に選手に立ち向かっていかずに、選手からこう離れてですね、選手に応援を声援を送っていただければありがたいなと。怪我等についてはですね、この年の瀬に来ても怪我したらもう年もありませんので、皆さんご自分の体はご自分で防衛するということで、一つ選手の場外乱闘の時は注意のほどよろしくお願い申し上げます。あと売店の紹介をいたします。ちょっと売店暗くて見にくいんですが、向こうの奥からですね、アスタープロジェクトさんのアスタ後楽園ホール大会があるんですが、そこのチケットの売店、その隣にプロレスリングノアさんの売店で、こちらに移りまして、藤波さんの T シャツを含めたグッズの売店、それと海援隊道場、あるいは健壮さんの売店、あるいはリッキーの売店というふうに、売店もすごく今日は華やかで、皆様をお待ちしておりますので、どうか休憩並びに興行が終わった後ね、お寄りいただければなと思います。よろしくお願いします。今年海援隊道場もいろいろありました。有望な、ね、新人が4人デビューしたり、あるいは増島選手会長で7月に新宿レースで24時間ぶっ通してですね、11団体の協力を仰いで24時間プロレスを行ったり、あるいはリッキー藤が50歳なんですね、50歳の記念の興行を行ったりと、いろいろ海援隊道場の中でも、ありました。来年もいろいろいい意味でお客様に喜ばれる興行を仕掛けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。その中で今日この男が皆さんにご挨拶、並びにご報告がございます。三郎入ってこい。海援隊道場の入松三郎です。自分は今年の6月に肩を脱臼しまして、でその後手術をして、肩の、靭帯をつなげまして、そのリハビリなどで半年間欠場していたんですけれども、来年の1月10日 DKP 大会で復帰します。ありがとうございます。言ってもね、もう自分半分しかプロレスはやってなかったんでね、そのね、半分休んでいた分を、全て吐き出すような試合を1月10日やりたいと思いますんで、ぜひとも皆さん DKP まで応援しに行ってください。よろしくお願いします。大丈夫です。これでポーズ連合もまたまた進むな。はい、もう来年はね、もう初めからガンガンボーズ連合を攻めていきますから、今日もケースファイルで優勝するかもしれないしな。そうですよ、今日はもうね、自分一生懸命全力でセコンドで応援しますんで、皆さんもぜひボーズ連合の応援よろしくお願いします。ということで、サンボよろしくお願いします。ありがとうございました。入松サンボ1月10日 TKP ガーデンシティ大会で復帰というご報告とご挨拶でございました。それでは本日のカードを発表します。第1試合、ガッツワールド大谷ジョージ VS 最上級。これも新人同士のね、一体なんですが、綺麗なことができないと思いますので、体と体でね、新人同士でぶつかり合いの試合になると思います。第2試合、24時間プレスリメンバースペシャルタッグマッチ、フリーダンス杉浦徹、飛鳥プロジェクト小林香歩 VS、 すいません、もとい小林香歩飛鳥プロジェクト WithX です。X ですね、この X の24時間プロレスでだいぶ活躍した X です。皆さんどうぞこの X の登場楽しみにしてください。 VS 若槻真城健吾ユーマ。
代6人タッグマッチ、高見千穂、天宗ガッツワールドプロレスリング翔太 VS 火の党内滝沢大志吉野幸太郎。これは党内がね、ずっと新しいイメージを作りましたね。これはどう高見千穂天宗翔太に、ね、立ち向かっていくというところだと思います。第4試合タッグマッチ、プロレスリングのは石森大治、同じく熊野聡 VS SFU 梶トマト朝日しおり。これはこの前のね、23日のロアさんの大田区体育館でね、石森選手が、GHC のジュニアヘビー級をね、ダッシュしましたね。ダッシュした後の一発目の試合だと思いますので、ね、これに梶トマト朝日しおりがね、こう仕掛けていくというところが見どころです。第4試合が終わりましたら休憩が入りまして、その休憩にはバフルスランプパッパラ河合さんがプロデュースされております千葉県を元気にするご当地アイドルユニットコスミックグラムのミニライブを約5分間、今日パパのパッパラ河合さんもねどこかで見てると思うんですけども、後でご紹介皆さんにね、申し上げたいと思います。で休憩後セミファイナルタッグマッチ、フリー吉江豊、同じくフリー井上正雄 VS マラスキータンクラガイ佐藤祐樹。レイベント関根隆一ドラゴンアイのうちボリューム5スペシャル6人タッグマッチ、藤波辰巳レオナリッキー藤組 VS 柏大五郎那須幸太郎関根隆一。この6試合で皆さんに楽しんでいただこうと思います。それではケアアップインパクトの奇跡をご覧にいただいた後試合を開始いたします。皆さんどうぞ楽しんでいってください。本日はどうもありがとうございました。
経過、5分経過。Ah!
Thank you.
第2試合24時間プロレス2番はスペシャルクラスマッチ20分1本勝負ユーマアシュマ専門の試合小林加茂杉浦徹組水エッジ。Thank you.
Thanks.
Thank you.
Thank you.
代表試合ダークマッチ30分以降勝負熊野仁志石森大臣2対赤木しおり赤木トマト組Thank you.
Thank you.
Thank you.
その千葉県であのプロレスラーあの地元でね盛り上がってるってことで応援してます、応援してます。で、まあ親父がここで何かやってもしょうがないんで、僕が、千葉県を盛り上げようっていうことでご当地アイドルを3年前から、やってるんですよね、はい来ましたということで、曲を、コズミッククラブって言うんですけども、知ってる人、ちょっといますよ、5人くらいいますよということで、歌ってください、よろしくお願いします。はい、私も
プしてくださいね。私たちの、ね、公式ページや Facebook、Twitter もありますので、ぜひコズミッククラブで、ね、はい、検索していただければと思います。お願いします。ありがとうございます。そんなわけで、ね、はい、次の曲ラストになるんですけれども、はい、千葉をこよなく愛する歌を歌わせていただきます。ボーイたちは聴いてください。Come on!
部佐藤祐樹アンプ72対井上雅雄吉井豊組。
Thank you.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 
Yeah.
ありがとうございました。
っと私同じドラマを作って作っていただいていいですか。お願いします。明日お誕生日ですよ、ね、おお、ね、また高山のみですよ、大船小川のお誕生日プレゼントです。ぜひ受け取ってください。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。